皆さんこんにちは、ウォッチ情熱応援団団長です。さて、ウォッチーズ&ワンダース2024年で発表された新作ブランドごとにお届けしております。今回はジャガールクートの最新作見ていきましょう。他のブランドについても順次更新しております。ぜひ合わせてご覧ください。ではジャガールクートの最新作見ていきましょう。ぜひ最後までゆっくりと楽しんでいってください。行ってみましょう。憧れの時計は遥かに遠く、故に私たちはどこまでも男の夢、紳士の癒し、理想の時計を身につけた理想の自分に出会える場所。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。やる気が出ます。はい、では早速見ていきたいと思います。今回ジャガールクルトからはデュオメトルのシリーズで3作品登場しております。一個ずつ見ていきたいんですけど、今回のジャガールクルトの新作も凄まじいですね。まずはこちらの三軸トゥールビオンを搭載しているものから見ていきたいと思います。デュオメトルヘリオトゥールビオンパーペチュアル、名前の通りパーペチュアルカレンダーとトゥールビオン2つの複雑機構を搭載しているということで、グランドコンプリケーションと呼ばれるジャンルになります。こちら先に機能面をお伝えしておくと、三軸トゥールビオンですね。トゥールビオンは重力の偏りを相殺することによって精度のズレを起きにくくするという、そういった機構なんですけれども、通常は1点真ん中に軸を置いて水平方向にしか動かないようになっています。こちらの三軸トゥールビオンは軸を3つ設けることによって3つの軸に対してそれぞれ360度の動きをするというものですね。もう向かない方向はないんじゃないかというぐらいいろんな方向に回転します。そしてグランドデート表示の永久カレンダーついております。グランドデートというのはこの2桁表示のデート表示ですね。こちらがついていて、ここが周りが針刺しタイプの月の表示、そして4桁の年表示まで搭載しています。それから特徴的な部分、ケースにもあります。横が空いてるんですよね。これ横サファイアクリスタルで開いていて、三軸トゥールビオン横からも眺められるようになってますね。こちらのケースデザインなんですけれども、デュオメトルシリーズ今回3作品ともケースの方にもかなり力を入れてきていると、今回チャンネルメンバーハチさんが一足先に実況を見てきたということなので、その写真また後ほどお見せしていきます。旧作とどこが変わったのかとかも含めて、その時にデザインのお話は一緒にしますね。とりあえずこの機構のところの説明をまずは終わしていかないと先に進めないので、そこから伝えていきますね。三軸トゥールビオンとパーペチュアルカレンダー2つ積んでますよということですね。でデュオメトルっていうシリーズなんですけど、そのデュオメトルっていうのも実は機能の名前なんですよね。そこの説明も必要かなと思いますので、このタイミングで一緒にしていこうと思います。デュオメトルというのは一体どういう機構かというところなんですが、機械式時計、動力源はゼンマイです。そのゼンマイがほどける力を使って動きます。ただそのほどける力、自由にほどけてしまうと時刻として表示することはできないんですね。常に一定のスピードでほどけるようにしなければならないと。そのために必要な部品がヒゲゼンマイや天輪と呼ばれる、いわゆる脱信機と呼ばれるパーツ群になります。この場合トゥールビオンなので、そのトゥールビオン今回転している部分ですね、この部分全体が脱信機として機能している部分です。要するに今この回転しているトゥールビオンの部分、ここがブレーキの役割を果たしているんですね。ゼンマイがアクセル、この場合はトゥールビオンがブレーキ、その組み合わせによって時刻というものが表示されるような仕組みになっております。ざっくり機械式時計の仕組み、そういう風になっております。で今お見せしているものパーペチュアルカレンダーという、2100年3月1日まで日付の調整がいらないという素晴らしい機構を積んでるんですけれども、そういった複雑な機構を積む場合っていうのは、当然ながら機械の中に組み込まれる歯車の数、ものすごい数になります。ゼンマイの力で動かさなきゃいけない歯車の数が多くなればなるほど、何が起きるかというと、ゼンマイの力分散しますよね。ゼンマイを太くしたりとか、歯車同士が噛み合う時のその摩擦を減らしたりとか、いろんな工夫が必要になってきます。そういった工夫をしないと正確に時を刻めなくなってくるんですね。なので複雑機構になればなるほど、実は正確な時間っていうのを刻むのはより難しくなっていきます。そういった課題を解決するためにジャガールクルトが考えたのがデュオメトルという機構になります。複雑機構、積めば積むほど正確さと離れていく、その課題、じゃあどうやってジャガールクルトを解決したのかっていうところなんですが、こちら今ご覧いただいて、上と下に2つ、これパワーリザーブインジケーターなんですけど、ゼンマイがどれだけ巻き上げられているかっていう表示が2つ上と下にあります。これ2つのゼンマイを搭載していることを意味します。ゼンマイを2つとか3つとか搭載している時計っていうのは他にも全然あるんですけど、多くの場合はパワーリザーブ、要するにゼンマイを巻き切った状態から何時間動きますよっていう、そういったスペックのことをパワーリザーブっていうんですけれども、そのパワーリザーブを伸ばすため、例えば2日だったものを3日に伸ばすとか、3日だったものを5日に伸ばすっていう場合には、ゼンマイ2つ積んだり3つ積んだりして対応することが多いんです。でデュオメトルの場合はそれとは違います。パワーリザーブを伸ばすためではないんですよね。なぜゼンマイを2個積んでいるかというと、1つのゼンマイで時刻を動かします。
一つのゼンマイからエネルギーを伝えるのは正確に時刻を刻むための方。この場合トゥールビオンなので秒針がないんですけど、秒針がある場合はこの自分針プラス秒針三針の方に一つのゼンマイから伝えると。でとにかくそこで正確な時間をまずは刻ませると。そしてもう一つのゼンマイで複雑機構の方を動かすといった構造になっています。これ今すごく端折って簡単に説明してるんですけれども、中の歯車の構造まで説明するとだいぶ気が遠くなるようなものになってますね。こちらのトゥールビオンパーペチュアルカレンダーの場合は部品数655個入ってます。通常時分秒だけを刻む三振の時計ですと部品数少ないものだと100個いかないぐらいで作れてしまいますね。どんなに細かく部品を分けたとしても200個に行くことはほぼほぼないんですけど、それを考えると655個と恐ろしい数のパーツが組み込まれていることがわかりますよね。で今回登場しているこちらのヘリオトゥールビオンはデュオメタル機構を搭載したさらに最上級のモデル、三軸トゥールビオンとパーペチュアルカレンダーを同時に搭載したものということで、デュオメタルが持つ可能性というものをさらにさらに引き上げてきた素晴らしい時計になっております。こちら製造される量に限りがあります。年間20本のみの製造ですね。価格は要問い合わせです。ケース素材は18金ピンクゴールド、直径は 44mm、 厚みは 14.7mm、 防水性能は3気圧です。ちなみにこちらデュオメトルの特性として時刻側の歯車とカレンダー側の歯車分かれていますので、通常は故障のきっかけになってしまうから絶対にやってはいけないと言われる時刻の逆戻し、反時計回りに回した際にも壊れる心配はありません。さて続いてはこちらですね、デュオメトルクロノグラフムーンご紹介していきます。こちらも同じくデュオメトル2つのゼンマイ、片方は時刻、もう一つの方で複雑機構を動かすという機能になっています。オフセットされた文字盤、左側が時刻表示です。右側3時位置にあるのが、こちらがクロノグラフの積算計になります。1時間で1周する分の積算計と12時間で1周する時間の積算計、同軸上に置かれています。それとムーンフェイズも搭載されてますね。それからこちら左側時刻の方、ここデイ&ナイト表示もありますね。そして真ん中から生えてる2本の針なんですけれども、1つは1分で1周するクロノグラフの針、1つは秒針です。そしてもう1個ここに謎の6で1周する小さなインダイヤル、これ一体何かというとですね、フドロワイアントというものになるんですけれども、こちら1秒で1周します。なぜ6で区切られているのかというと、ここですね、毎時バイブレーション21600というふうに書いてあります。これ振動数っていう数字になるんですが、最初にご紹介した機械式時計の動く原理、ゼンマイの動力を使って動かすっていった時に同時にブレーキをかけ続けることによってゼンマイがほどけるスピードを一定にしているとご説明しましたけれども、そのブレーキの回数のことを表しています。1時間に21600回ブレーキがかけられているというものなんですね。それを1秒間に直すと6回になります。なのでここ6になってるんですね。6回のブレーキが踏まれるということで1秒で1回転するんですけれども、脱進機がブレーキをかけるごとにこう針が動いていくような作りになってるんですね。こういった動きっていうのは実は秒針もよく見ると感じることができるんですけれども、ジャガールクルトのこのフドロワイアントという機能、その部分をあえて表示することによってより機械式時計の醍醐味というか面白さを感じられるようになっているように思います。こちらバリエーション2つ出ておりまして、今お見せしている方がプラチナケースのタイプになります。文字盤カラーはコッパーですね。ケースサイズは直径が 42.5mm、 厚みが 14.2mm、 防水性能は5気圧です。価格は1425万6000円です。それとバリエーション違いで、こちらが18金ピンクゴールドのケースを用いたバリエーション、サイズは同じです。 42.5mm 径、厚みが 14.2mm、 防水性能も5気圧、価格は1161万6000円です。では続いてこちらです、デュオメトルカンティエムルネール。今回登場した新作の中でもそうなんですけれども、これまでのデュオメトルのシリーズの中でも最もシンプルにデュオメトルを楽しめるモデルかなと思います。やはり機構は同じですね。2つのゼンマイを積んでいて、それぞれにパワーリザーブがあります。片方で時間を動かして、片方でムーンフェイズとカレンダーを動かすといった機能になっております。そして6時位置に1秒で1回転するフドロワイアントが搭載されております。先にご紹介した2つよりもよりシンプルにデュオメトル、この2つのエネルギー源から1つのブレーキにつながっていくっていう感覚を楽しめるようになっていると思います。それとですね、こちらのカンティエムルネールに関してはなんとケースがステンレススチール製っていうところも嬉しいですよね。なので価格もグッと抑えられて655万6000円となっております。でこちらですね、一足先にハチさんが実機を確認して写真を撮ってきてくれたので、そちら
らをお見せしながらデザインの方にも触れていきたいと思います。直径が 42.5mm、 厚みが 13.05mm です。でこちらご覧いただいた通りですね、デザイン横から見た感じかなり曲線が使われていることがお分かりいただけると思います。いわゆるグラスボックスの形状ですよね。ベゼルまですっぽり覆うドーム型の風防ガラス、サファイアクリスタルが使われています。それに合わせて中の文字盤、外側が湾曲していまして、中心はボコッと膨らんでいるような形になってますね。着用した画像もありますけど、すごくスタイリッシュでかっこいいですね。これ直径 42.5mm に見えなくないですか。ちなみにハチさん腕回り 16.5 センチぐらいですね。私と同じぐらいです。横から見たこの感じすごいかっこいいですよね。風防の曲面の頂点からベゼルに向かって下がっていって、ベゼルも同じぐらいの角度で整えられていて、でそこからさらにラグへのつながり、この曲線もすごくセクシーですよね。今回のデュオメトロコレクションデザインで見た場合にも素晴らしいと思います。ちなみに旧作、もともとあったデュオメトロのシリーズがこちらになるんですが、もっとミドルケースが分厚くてあまりこう丸が強調されたデザインというよりかは、ジャガールクルトのマスターシリーズであったりとか、あとは同じリシュモングループでいうと IWC のポルトギーゼみたいな、ムーブメントが分厚いっていうのもあるんですけど、分厚いミドルケース、寸胴型のミドルケースが使われていたんですよね。すごくしっかりと硬くエレガントな真面目な時計っていう感じでしたけれども、今回のデュオメトルのこのデザインはめちゃくちゃモダンで遊びが効いていて面白いですね。実写の機械もこれたまらんな。よく見るとミドルケース真ん中えぐれてるんですね。ここも立体的なデザインになっててかっこいいですね。はい、といったところで今回はジャガールクルトの最新作をお伝えしてきました。ウォッチズ&ワンダース2024年で発表された最新コレクション、他のブランドについてもまとめております。概要欄に再生リストのリンク貼っておりますので、ぜひ合わせてお楽しみいただければと思います。それでは本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。